すでに顕在化している建設業の労働力不足は、政府の経済対策や東北復興事業の本格化、民間マンションの大規模改修需要の拡大といった市場環境の中、その対応は待ったなしの状況です。そして2020年開催が決まった東京オリンピックにより、こうした状況はさらに拍車がかかると予想されます。これは単にゼネコンや専門工事業者、防水工事業者だけにとどまらず、発注者もその影響を受けることが予想されます。ここでは深刻化する施工技能者不足に貢献できる防水材の提案をいたします。広く使われている二成分型ウレタンは主材と硬化材とに分かれており、混合攪拌することにより反応して膜を形成し防水層となります。そのため確実な塗膜層を作るにはきちんとした混合攪拌が重要となります。まず缶を開け、主材を容器に入れます。次に硬化材を入れます。この際空気を巻き込まないように2分以上攪拌します。容器の側面や底も十分配慮して攪拌します。十分な攪拌がされなかった場合は硬化不良となり、不完全な塗膜層となってしまいます。このように主材と硬化材からなる二成分型ウレタンは混合攪拌が非常に重要となります。この塗膜防水層を形成するのに必要な攪拌作業が不要で、常に同じ品質の塗膜が形成されるのが一成分型ウレタンエバーコート01です。その硬化の仕組みですが、エバーコート01に含まれている潜在性硬化剤は缶の中のような密閉された環境では硬化剤として機能しません。塗布され外気の湿気、水分に触れると硬化剤として機能し塗膜層を形成させます。二成分型ウレタンの攪拌ミスになるケースは、これは本来絶対にしてはいけないことですが、硬化剤の缶に主材を混入して攪拌してしまうことです。攪拌機は円を描くので缶の角は十分に混ざりません。部分的に硬化剤が多くなったものが塗布され、部分的な硬化不良を起こしてしまいます。また小分け時にきちんと計量しなかったり、硬化剤を攪拌せずに小分けした場合、混合した材料すべてが配合ブレしているため広範囲で硬化不良となってしまいます。正しい混合攪拌が行われなかった場合、本来のウレタン塗膜防水層の物性や耐久性が実現できなくなります。特に硬化剤型の場合は塗膜層が黄色く変色してしまったり、未硬化が起こってしまいます。このような二成分型ウレタンで起こる配合ミス、攪拌不良による硬化不良や物性未発現は一成分型ウレタンエバーコート01には全くなく、常に安定した設計通りの塗膜物性が確保できるのです。そして混合攪拌要員が不要ということは、作業員全員が塗布施工に当たれ施工スピードが上がるほか、他の部位の施工が進められるなど工期短縮に貢献できます。二成分型ウレタンの場合は一人が攪拌要員として取られてしまいます。一成分型ウレタンエバーコート01の場合は全員が塗布施工に当たれます。例えば4人1組の施工チームで考えると 25% の効率化が図れます。一成分型ウレタンエバーコート01と二成分型ウレタン 24kg セットとを比較すると、搬入される缶の数量は
33% も減量されます。2成分型ウレタン 18kg セットとの比較ではなんと半分の 50% の減量化ができるのです。このことは現場での材料運搬手間、空き缶の処理時間が短縮され、さらなる効率化が図れます。環境への対応は今や企業にとって必須です。ダイフレックスはコンストラクションケミカルカンパニーとして真摯に環境対応を図っています。化学物質は私たちの生活の中でなくてはならない存在になっていますが、環境面で様々なルールが存在するのと同時に、製造者には共存できるための努力が求められているのも事実です。私たちダイフレックスは化学材料の性能を保持した中で最大限の環境対応を行うことがメーカーとしての大切な義務と捉えています。1成分型ウレタンエバーコート01は他の環境対応タイプのウレタン防水剤が備えているトルエン・キシレンの無配合、厚生労働省ガイドラインにある14物質のシックハウスの原因物質無配合、ホルムアルデヒド放散等級ホースターの取得はもちろん、ウレタン塗膜防水ではハードルが高いとされていた特定化学物質の無配合、世界的に規制の多い鉛 DOP の無配合を実現しました。さらに搬入される関数が 33% から 50% 減量されるのに加え、ラミネート缶を採用しているため2成分型ウレタンでは不可能な空き缶のリサイクルが可能となります。リサイクルをすることで大幅な産業廃棄物の抑制ができます。1成分型ウレタンエバーコート01は現在得られる最高レベルの環境性能を保持しているのです。エバーコート01シリーズは1成分のため安定した施工品質を実現確保でき、施工の効率化が図れます。また特定化学物質無配合をはじめとした高いレベルの環境性能を持った先進の塗膜防水剤なのです。あまり聞き慣れない特定化学物質障害予防規則について説明します。ウレタン塗膜防水剤は様々な形状に合わせて施工が可能なため、改修工事では欠かせない存在になっています。事実、近年はアスファルトやシートを抑えてナンバーワンの実績となりました。しかし汎用しているウレタン塗膜防水剤には特定化学物質が含まれており、工事現場での作業者のきちんとした対応が必要になります。特定化学物質障害予防規則は厚生労働省が主管する労働安全衛生法の一つで、労働者を保護する法律です。取り締まりは労働基準監督署が行います。特定化学物質に指定された化学物質を製造し、または取り扱う場合に適用されます。現在広く使われているウレタン防水剤には主剤ではトリレンジイソシアネートが、硬化剤には三三ジクロロ、四四ジアミノフェニルメタンが含まれており、特定化学物質障害予防規則が適用されます。今まで私たちメーカーはこの規則をウレタン防水剤製造時の工場での規則として認識対応してきました。しかし2008年から建築工事現場でも臨時検査が行われるようになり、指導表、是正勧告、報告書提出、使用停止、つまり現場では工事停止といった指導を受けるようになってきました。このために工期の遅れが発生したり、公共性の高い建物においてはイメージ低下を招く恐れも起きてきました。その主な規則は
施工箇所への立ち入り禁止措置、モカ、つまり三三ジクロロ、四四ジアミノフェニルメタンの掲示、作業員の健康診断、その診断結果の15年から30年間の保管、作業主任者の常駐とその作業記録の30年間の保存、保護具の使用の義務化などがあります。ウレタン塗膜防水剤が用いられる多くは改修工事です。住人、生徒、使用者、近隣住人がいる中で工事が行われるため、規則に対してきちんと防水工事会社、ゼネコン、設計管理者など工事関係者の間で情報を共有化して対応をしていないと、関係者の過剰な反応を引き起こす可能性があります。現在、各ウレタン塗膜防水メーカーは講習会などで特定化学物質障害予防規則の正しい対応の共有化をしています。またそれら特定化学物質障害予防規則対象外のウレタン防水剤を開発し販売しています。つまり防水改修工事を計画する際には、この特定化学物質障害予防規則対象外のウレタン塗膜防水剤を特規使用書などで指示することで、このような懸念や工事中止などの事態を回避することができます。近年こうしたことを認識している自治体では、このように特規使用書に特定化学物質無配合ウレタン塗膜防水と明記して、特定化学物質障害予防規則の規制を回避するケースが増えています。